はい、今日はね、ゲームボーイカラーのボタンを LED で簡単に光らすことができる、こういったね、キット商品の紹介になります。選択できる色はね、白色、黄色、緑、赤、紫、青色のね、6色の中から、今回私は青色のね、LED で光るキットをね、購入してみました。はい、約ね、2箇所のハンダ付けと1箇所のね、部品の取り外しで OK です。で、コミュニティでお話ししたんですけどね、これちょっとトラブルがあってね、最初に購入したものはね、ちゃんと光りませんでした。ということでね、この動画の最後にね、トラブルのね、詳細をお話ししたいと思います。で、購入したね、商品はこのように薄っぺらい基板にね、チップ LED がね、配置されたこういった商品になります。LED もね、はい、ちゃんとついてますね。はい。こんな商品ですね。はい、ではね、早速、ゲームボーイカラーをね、分解していきたいと思います。はい、まあ、裏返しにしてね、電池蓋を外して、電池蓋のね、中にもネジがありますので、全部ね、 YG ドライバーを使ってね、取り外していきます。で、全部ね、ネジを取り外し終わりますと、このように、裏蓋がね、開きますので、この下の方にある3箇所のプラスネジ、こちらをね、1箇所、2箇所、3箇所、こちらを取り外していきます。はい、で、このね、ネジを、まあ、3箇所取り外すんですけども、あと、はい、で、この、あと、このね、リボンケーブルついた状態でもね、この、ペタンとこうひっくり返せばね、反対面を基板の見ることができるんですけど、まあ、不安な方はね、こうやってリボンケーブルのね、ストップを外して、そしてリボンケーブルを外してね、基板を取り外した方が、まあ、安心かもしれませんね。はい、リボンケーブルね、つけたままでも作業は可能です。はい、このように基板をね、くるっと反転させて、先ほど購入したね、開封したこちらの薄っぺらい基板をこのように載せます。はい、このような感じでセットアップします。はい、で、接続場所なんですけども、もうちょっとね、アップで見てみたいと思います。はい、左のね、アース部分、こちらですね。そして右側の電源部分がこちらにね、ハンダ付けすることになるわけなんですけども、最初にね、この薄っぺらい基板の方にね、ハンダをね、つけておきたいと思います。まあ、こうすることでね、まあ、ハンダのノリが良くなるというかね、つけやすくなります。で、こちらのね、5ボルトの方にもね、ハンダを乗せておきます。はい、で、一度ね、仮付けしまして、ちょっとゲームボーイの基板の方にもね、ハンダ付けしますので、ちょっとどことどこをはんね、ハンダ付けしたらいいのかちょっと確認しています。はいはい、ではね、こちら右側の5ボルトのね、電流が流れてるとこにも、まずハンダ付けしていきたいと思います。はい、ここにね、5ボルトの、ね、パーツをハンダ付けしていきます。で、もう片方がね、アース部分ですね。はい、こちらにもね、ちょっとハンダを持っておきます。そうしましたらね、先ほどの、基板をね、薄っぺらい基板の方をこうやって重ねます。で、位置調整をしましてね、ちょっと動くのが嫌だったら、セロハンテープで固定した方がいいと思います。はい、そして、このね、5ボルトの方から、端子から、ハンダ付けします。はい、そして、もう片方、アース部分ですね、こちらをハンダ付けします。はい、これでね、もう ほとんど8割型作業は終了ということになります。はい、はい、こんな感じですね。はい、はい、こちらがね、5ボルトの、ハンダポイントですね。そしてこちらがアースのハンダポイント。はい、ちゃんとね、ハンダ付けされていますね。はい、はい、こんな感じですね。はい、で、ちょっとね、ハンダを一つね、部品を外さないといけないのは、下に以前ついていた赤色の LED がありますよね。で、これを取り外す必要があります。はい、まあ、後ろからね、ハンダで温めて、綺麗に、まあ、取り外した方がね、まあ、いいかと思います。ちょっと今回僕武将して、もうラジオペンチで無理やり剥がしちゃいました。ただちょっと端子がね、出っ張ってたのでね、結局後でハンダでちょっと
綺麗にしちゃったんですけどね、もう最初からハンダドを使って綺麗に取り外した方がいいかなと思います。で、取り外し終わりましたら、カプトンテープで絶縁しておきます。はい、ここにね、はい、小さくカットしたカプトンテープ、まあ、セロハンテープでも、ね、いいと思いますけども、このように、はい、しっかりとね絶縁処理をしておきます。はい、これでね、もうほぼほぼ仕事はね、作業は終わりました。はい、で、あとはね、クリアボタン、LED をね、光らすときにね、色付きのボタンですとね、光を通しませんので、こういうパーツを買っておくと、便利かと思います。で、このね、クリアボタンをね、まあ、あとはセットして、完了ということになります。はい。でですね、スタートとセレクトボタンがね、結構ね、黒色のことが多いんですよね。で、セレクトとスタートボタン黒色だとちょっと光を通さないので、ね、黒以外のパーツを取り付けたんですけども、これちょっとゲームボーイカラーのパーツじゃないんですよね。他のゲームボーイのちょっと注文した製品が間に合わなかったので、まあ、一応こういった感じで付けますよという感じでね、ゲームボーイカラー用のセレクトスタートボタンを本来は付けてください。はい、ということでね、あとはしっかりとね、蓋をしてネジ止めしていけば完成ですけども、はい、結構綺麗に光りますよね。はい、ただ明るさの調整はできません。もうね、この光り方のままで、ですね。はい、で、まあ、チップ LED が小さいのでね、ボタンを押してもそんな LED に引っかかることもなくね、問題なく、プレイすることができます。ゲームボーイのカラーのね、文字が光ってますけど、これはね、以前紹介した、液晶化キットのね、商品になります。一応概要欄にね、前回紹介した、取り付けたね、ゲームボーイカラーのキットの URL もね、貼ってあります。はい、といった感じでね、まあ、こういう感じで、まあ、非常に綺麗に光りますよね。はい、で、このキットを買うときはね、必ずクリアボタンもね、買うようにしてください。このね、クリアボタンがないとね、もう全く光りませんのでね。で、ラバーもね、なるべく白っぽいものの方がいいと思います。ちょっとね、スタートとセレクトボタンがね、これゲームボーイカラー用のじゃないので、後でね、部品が到着し次第、正規品のものを取り付けたいと思います。はい、この商品ね、 eBay で購入したんですけど、なんとね、最初 LED がね、点灯しないという不良が発生しました。もうちょっとね、びっくりしたんですけど、まあ、eBay の方でね、まあ、返金申請っていうんですかね、まあ、それを行いましたら、まあ、eBay の方からね、まあ、全額、まあ、返ってきて、まあ、一安心ということだったんですけど、まあ、これね、何が原因なのかなと、ちょっとね、まあ、考えてたんですけど、まあ、梱包材かなという結論になりました。ね、この薄っぺらいペラペラのね、封筒みたいなもので送られてきたんですね。まあ、ちょっと段ボール系の素材ではあるんですけど、何千キロもね、旅するしてね、これはちょっとないかなと。ファニープレイングとかね、ではこんな電子部品以外だったらね、まあ、ありえるんですけど、こんな梱包はありえないですよね。ちなみにファニープレイングはね、液晶とか買うとこういったしっかりした梱包材で必ず送られてきます。はい、これももうファニープレイングだけで、ファニープレイングだけじゃなくてね、このアリエクスプレスなんかでもそうですね、こういったプラスチックのハードケースや、先ほどのね、段ボール系のね、ハードケースで送られてきます。で、諦めていてもう終わったかなと思ったら、数週間経ってね、1週間ぐらいかな経ったらまた送られてきたんですよね。はい、で、これもうお金返金されてるのでね、お金支払ってないんですけど、で、これ梱包もね、この中のこれだけで十分ですよね。この外のね、このでっかい入れ物はね、ちょっとハードケースに入れるにしてもね、箱が大きくなりますのでね、この小さな袋だけでいいと思うんですけどね、もうちょっとね、eBay の方のこの出品者の方も梱包方法をちょっと見直してほしいなというふうに思います。で、まあ、今度ね、二度目に到着したものはね、もう、ちゃんとね、いきなり組み付けずに、転倒するかどうか、
チェックしてからね、組み立てすることにしました。はい、でもうこのようにね、乾電池でちょっとプラスマイナスをね、この基板に直接つけて、はい、あ、点灯しましたねという感じで、ここからね作業をスタートしましたという感じでね、まあ、今日はね、このゲームボーイカラーの、ボタンの LED キットの紹介をしました。はい、これ料金いつ払うんだろう。はい、ということでね、以上で動画終了です。